T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。第9章突入です。だいぶ来たね。第11章で最後のようですから、ノーマルクリアは目前ですね。簡単にできそうにはないけどね。そうですね。ハイポーションは買っておきました。さて行きましょうか。ハエの王ってことは、あいつですよね。やっぱり。ベルゼブブです。ヘルファイヤー。お、この曲は。ヘルファイヤー。今回のステージは、月下の野草曲の、スタート地点からの再現なのね。そうみたいです。テンション上がりますね。ついたっけ。いるのはオールアーマーくらいです。おそらくそれのイメージものでしょう。フクロウが生首ってこと。そうなっちゃいます。それはやだわ。あれ、上に穴がありますけど、あんなのどうやって行くんだろ。そらでも飛べなきゃ無理だね。この再現場、すごいです。ここだけ見れば、完全に月下だね。ろうそくから斧を出したい勢いです。ゾンビがこっちってのが切ないね。こちらもいるにはいるので、文句が言えません。お、服を落とした。間違っても来たくはないよね。持ち帰る意味を知りたいです。ちょ、結構めんどい。うお、ここまで。これは普通の人にはいけないルートかな。バットを踏めばいけるんじゃない。そうか。次の機会があったら試してみますね。お、ちゃんと肉が出た。ってことは、まさかあの隠し部屋もあるとか。コウモリで入って、狼で出るのよね。マジであった。感動だね。ジュエルソードかな。さすがに用意されてないんじゃない。残念。ここを進む意味はないか。右下には宝箱か。一応取っておきますか。いて、いらないダメージだった。デスは、出ないのか。出てっても困るでしょ。本当にちゃんと再現されてます。曲もそうだから、本当に嬉しいね。下からか。最初からこいつか。どう行くのかな。下からだとワープレアですけど、これを見る限り、そのまま、錬金研究棟へ入る感じでしょうか。そうだね。いて、あ、スケルトンか。レッドはいないのね。レザーシールドはないの。そこまで再現はされないよ。こんなところにギャイボン。雑魚化しているのね。ソウルスチール。もっと降りてって。よし。ベリガンもいるのか。そりゃそうでしょ。右にもう一体。いっぱいいるのね。まるで逆さ状です。やばい。
序盤でかなり苦戦中だよ。接近戦は弱い。うお、近づいてきた。槍をなくしてからの方が強いですね。一応本気モードだからね。これ、落ちたわ。あ、戻るだけか。落ちたらめんどくさいだけね。で、レバーがあると。あれは下の扉が開くのかな。そうだろうね。お、一緒にリストも動いた。これで進めるのね。炎がなければ早いんですが。おそらくボッチだからだよ。ボッチカードは辛いです。こんな序盤に、暗いすぎた。お、本が見えますね。ここは回復して、補充しましょう。一瞬で補充。カットしただけでしょ。またいろいろ見えてるみたいよ。怖いのでやめてほしいです。またいるの？結構めんどくさいね。ここはいけないか。右から行けば？行けるのかな？どっちにもいるけどね。状況はあまり変わりませんね。こいつは無視。こいつもできれば無視。踏んで向こうに、行けないか。じゃあやっぱりこっちから行きます。ずっと追いかけてくるパターンだね。これはやばい。逃げていいの？もっと広いところへ行きたい。確かに戦いづらそうだね。もう一体。これはやばい。受ける？受けないでください。しかも二人は本気の音。まさかこんなにきついとは。ちょっと舐めてました。結果の面だからって浮かれすぎてたのよ。まったくです。どうにかならないのこれ。あまり進むとさらにヤバくなるよ。そうでしたね。結局倒していくしかないか。まずは本気のやつから倒したい。よっしゃ。あそこにある肉だけが心の救いです。まだ取らないのね。できれば倒してから取りたいです。やばい。下手したら倒す前に必要かもね。二人とも本気になっちゃった。マジでやばいね。左のやつの方が弱っているはず。もっと近くに来て。よっしゃー。なんとかなりそうね。だいぶ楽になりました。おお、倒した。ようやく肉にありつけます。どれだけ回復するかな。うん、すごい。これは助かったね。このまま進めそうです。もう10分近く経ったのか。時間制限も厳しいかもね。これ、進んで大丈夫。右はただの遠回り。でも遠回りの方が正解じゃない？普通はそうですけど、ちょっと見てみますか。左は扉があって、下にも扉。無理ですね。ほらやっぱり、結局遠回りしないとダメなのよ。まさに人生です。
超鉱石が欲しい。どうせ使わないくせに。バレましたか。これは厄介。おお、うまくかわしたね。今度は短い。下で正解でした。ダジャレじゃないよね今のは。本当に違いました。え、これでここが開いた。あの下の扉は何だろう。そこにレバーもあるね。レバーは動かした方がいいですよね。あ、これじゃなくて左下なのか。でもこれでボスへの道が開いた。となると右の扉は何だろうね。こっちには関係ないのかな。何やってるの。最終確認です。下に宝箱があるんですけど、あそこまで落ちてしまうとだいぶ戻されてしまうんです。そうなの。あれは罠です。炎に気をつけて。一旦ブレイク。ここです。この下の宝が罠です。お、このレバーでさっきの扉が開いた。よくわからないレバーね。こっちには関係なさそうです。さて、ついにボスですね。一応到達はできたね。これだけでも嬉しいです。長い道のりでした。かないの。ちょっとむしゃぶるいしただけです。やっぱりハイが出てきますか。おお、ダークインフェルノが良さげ。やっぱり飛んできますよね。しばらく回くね。この間に攻撃です。邪魔ですね。そうか、ハエも倒せばいいのか。ちょっと削れた。いて、今のうちにまずは足を壊すか。そうすれば左にも進めるね。攻撃も当てやすいです。よしよし、案外簡単ですね。油断してると。いや、大丈夫ですよ。もうパターンは読めましたから。どうかな。もうパターンは読めましたから。どうかな。はいはい、楽勝。よし、足はなくなった。これで息が楽になります。こっちから攻撃した方が楽かな。ヘルファイヤー。やっぱりヘルファイアよりはダークの方が楽ですね。効率がいいわね。ハエも減ってきてますね。倒したから。そうでしょう。ほら、もうこれしか出てきませんよ。確かにだいぶ減ったね。もうちょっと。なかなかタフですね。倒せません。一匹も倒せてなくない。なかなか当たりません。
前はまだだね。やっぱりここからダークがいいかな。ダークインフェルノ、ヘルファイア。え、なにこれ。ダークインフェルノ、新たな展開ね。どういうこと。あ、また回ってる。あの場所にいると違う動きになる。下にいる方がいいってこと。そうかもしれません。違う動き。そう、下にいても来たね。ランダムだったか。じゃあ上から攻撃しますよ。よ、来ないのかよ。翻弄されてるね。ヘルファイア。なんとか数を減らしたい。ダメか。でも、飛んでくるときは多いよ。ほんとですね。てか、今の切り返しはうまかったね。あ、ありがとうございます。なんか増えてませんか。だいぶ多かったよね。うまくできなかった。動きのパターンが多すぎないですか。それとも完全ランダム。パターンはありそうだよ。そうですか。やばい、このままだと。あ、回復が切った。来ないで。それにしてもたっすぎです。回っている時と飛んでいる時で数が違うわね。同じハエではないのか。今4匹でしょ。ほら、これなんていっぱいいるもん。10匹くらいいますね。あ、2匹になってる。こっちは減ってきて、飛んでくるのが増えるってこと。そうみたいだね。それならいつまでも回っててほしい。そんな楽なことはないでしょ。ほら、やだ。そう、やばいわね。なんとか倒れてくれー。まだか。ダークインフェルノ、やめてー。ダークインフェルノ、頼む。ハエは来ないでー。必死ね。そりゃそうですよ。ダークインフェルノ、よっしゃ、サービスタイム。本体にほとんど当たってないけどね。効率が悪い。これしかないか。やばい、また来た。嘘、終わった。なんとか粘りなさいよ。どうしたものか。頼むから倒れて。こっちに来ないで。あ、悪くはなかったと思うけどね。残念でした。また初見クリアはならなかったか。悔しい。到達できただけ、よかったじゃない。そう思うことにします。それではノクターン。次回をお楽しみにね、ノクターン。